香りです。身長153センチ、体重38キロ、食べていきたいと思います。こんにちは、シエルです。焼きそばペヤングの大きいものをね、いただいたんだよね。ペヤングのシリーズいっぱいあるじゃないですか。これは、超超超大盛りギガマックス、君なら食べれる1950キロカロリー。結構大きいやつですよね。大盛りみたいのは食べたことがなかったので、今回初めてなんですけれども、こちら4種の味の変化が楽しめるということで、まず通常のペヤングソース焼きそばで食べて、多分飽きたなと思った時にマヨネーズかけて、また飽きたなと思った時に魚粉をかけて、で最後にラー油をかけて楽しめる。あの辛いのが苦手なんですよ。なのでラー油をかけて食べるということの選択肢が私にはないので、変化は個人的には3つかなと思います。こちらにね、ちょっと注意事項が書いてあって、1日1食までにしてください、カロリー摂取基準を上回る恐れがありますということで、これ食べるのは1食だけだぞということなんですが、今回あの大食いチャレンジということなので、私個人的にはペヤングすごい好きなんですよ。ペヤング好きだからいけそうな気がする。そんな感じで、まあ今日はこちらを食べていきたいと思います。実はこれ以外にもカップ麺とかいろいろもらってて、激辛ペヤング、まあ、これが通常サイズですよね。ペヤングは好きだから辛いソースを少なめにすれば食べれると思ったら、まあ全然食べれなくて、こちらはねちょっと誰かにあげようかなと思いますけど、あとはこちらですね、このミニカップラーメンもたくさんもらってて、一番定番の味と、あとこれがカレーシーフード、これはね味噌味、カップヌードルの中でおむすびに合うランキング第1位ということで、味噌味っていうのはね初めて私は出会ったんですけど、全部で14個もらったので、ペヤングのギガマックス食べて、その後いけそうだったらカップラーメンも行きたいなと思います。大食いスタートです。こんなに大きくてもさ、あのお湯入れて3分でできるんですね。すごいね。それでは作っていきたいと思います。お湯沸かしつつこちら開けていきたいと思います。小さい頃さ、こう湯切りするときさ、麺をさバーンって落としちゃうことあるよね。まあ作り方は普通の焼きそばと一緒ですね。麺が固まってるのが2つ入ってます。お湯は 1300ml だって。火薬の量はそんな多く感じませんね。バダダダダッと少な、麺の量に対して火薬少ない。ソースはかなり大きめですね。こちらがマヨネーズ、さらに味変ができる魚粉だっけね、後入れ調味料。はい、そしてこちらがラー油です。はい、ラー油は私多分辛くて食べれないので、こちらは視聴者プレゼントにしようかな。ペヤングといえば定番のスパイスとふりかけです。私毎回これは使わない、ほんとザソースだけで食べるタイプです。ということで、お湯が沸いたのでちょっとお湯を入れていきたいと思います。やば、足りてない、どうしよう。ちょっともうちょっとお湯足すか。足りないなんてあるのか。追加お湯です。で3分待ちます。ちなみに3分測るタイマーを押し忘れていることに今気づきました。大体で生きていこうよ人生。これどうやって持てばいいの。この線まで蓋開けろって言ってね、私ここまで開けてるもんね。そりゃいつもなんかあわあわするわ。てかこれやっぱ量は多い、相当重い。あ、でもすごいいい香りです。できました。ジャンボソースを入れていきましょう。これが美味しいんだよね。はい、パリン。お湯を入れて水分を含んだ瞬間の重みが半端ない。しかも混ざらない。味変しなくてもいけそうな気がするけど、どうだろうね。これはすごいね。はい、なんかあれかも、どんどん量が増えていく、伸びてきちゃってるのかな。はい、ということで、私身長153センチ、体重38キロ、超超超大盛りペヤングギガマックス食べていきたいと思います。これから手元を移します。こちらは長丁場になりそうなので、ちょっと海外ドラマを見ながら食べたいと思います。いただきます。Thank you.
これは減ったの。まだまだあります。食べたいと思います。減ってる？ようやくね、下に埋もれてた火薬が出てきましたけど、結構苦しくなってきましたが、引き続き食べたいと思います。ドラマ見ます。減ってる？あ、わかった。ちょっと寄せてみます。半分いけてないか。3分の1ぐらい。引き続き食べます。ドラマ見ます。結構お腹いっぱいかもです。お腹出てるの、わかるか。ビフォーがわかんないからわかんない。無理やり寄せ始めました。というわけで、半分食べました。今、ランチの昼の時間帯なので、また、こちらの続きは夜食べたいと思います。夜も全くお腹が空かなかったので、2日目に突入ということで、今日こそはこちらを完食したいと思います。使わなかったね、この調味料系もね、ちょっと今日は使っていきたいと思います。いただきまーす。いい香りです。やっぱ私ペヤングすごい好きだな。ということで、完食。2日間かかりましたが、美味しくいただきました。味を変えるために、まあ、マヨネーズとか、魚粉の粉とか、まあ、この、ちょっと使わなかったけど、ラー油とかもあったんだけど、私個人的には、ソースだけで食べるペヤングが一番好きかな。すごい美味しかったです。というわけで、大食いチャレンジでした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた。